はい、ありがとうございます。今日何しますか。今日どうしようかな。ね、マスターの私にしとっか。そうだね、マスター、すいません、今日のおすすめのお酒ください。はい、今日はこれにしましょう。横山。おお、日本酒ですか。日本酒です。これね、純米吟醸横山シルバーセブンってやつです。わあ、初めて飲む。はい、お待たせ。ありがとうございます。お疲れ。はい。よし。ああ、美味しいです。香りいいですね。横山、うん、シルバーセブン。うん、匂いいいです。でしょ。はい。なんかフルーティーですね。そうでしょ、うん。結構珍しいんだよね、これ。あ、そうなんですね。壱岐島っていうところで。30年ぶりぐらいにその酒蔵さんが復活させた日本酒。へ、はい、最近までなかった。そうそうそう、全然なくて、この香りはね、山田錦ってわかるかな、まあ、全量山田錦っていうとこ、はい、まあ、日本酒で一番適しているとされてる山田錦を全て使って。へー、飲みやすさかなりあるでしょ。うん、飲みやすい、すごい、すごい美味しいな。フルーティー、かなりフルーティー。うん、なんかどん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 入っちゃうね。飲みやすすぎて。飲みやすすぎて。そうね、そう、30年ぶりっていうのもすごいしな、そんなお酒をいただけるなんて。そうだね、はい、まあ、それが一番かな、このお酒の特徴は。ああ、10年ぶりに復活した酒蔵のやつが頑張ってこう今風のフルーティーなお酒を出してるって感じ。飲みやすいです。最近のお酒っぽいよね、うん、飲みやすさ、なんかフルーティーな感じ、うん、最近のお酒だよね。ちょっとした甘さで、そうね、うん、あとこのラベルと名前、うん、多分絶対若い人が復活させたんだろう、うん、シルバーセブン。やばいし、やばいやばい、シルバーセブン。シルバーセブンなんだろう。シルバーセブンは、まあ、酵母の名前なんですよ。酵母の名前なの。それを使うと、まあ、香りとかの方が好みです。